高尾美香です。競輪学校どうでしたか？競輪学校は思うように走れない時期が長くて、競争でも失敗ばっかしてたんですけど、後半になるにつれて、良くなっていってたので、その良くなっていった時期を忘れないで、これからも練習していきたいと思います。やはり良くなってきたっていうのはやっぱり練習の成果が、はい、自主練とか練習に向かう意思とかが最初とは違って、もう一生懸命走るようになってきてました。じゃあ途中で練習内容を変えたりとかもされたんですか？はい、課題によって練習内容は変えてました。好きな色は何ですか？自分は青とか緑とかの混ざったエメラルドグリーンとかが好きですね。好きな食べ物なんですか？自分は好きな食べ物は結構スイーツとかが好きですね。やっぱり甘いもの、はい、結構食べに行かれたりします？食べに行くのはないですけど、コンビニでちょっとしたものを買ったりとかはよくしてますね。今コンビニ美味しいですもんねそうですね、美味しいです。休みの日何食べてますか？休みの日はもう家でゴロゴロしたり、友達に会ったりとかしてました。結構外出られたりしますか、お休みの日？誘われたら外に出るぐらいで、だいたい家にいますかね今ハマってること何かあれば？漫画読んだりとかすることですかね。どんな漫画読まれますか？最近はワンピースにハマってます。ワンピース面白いですもんね。面白いです、はい、結構あの練習で街道とか出られたりします？私は出し力が課題なんで、だいたいバンクに来て、あの選手の後ろについたりとかしてますね。ウェイトトレーニングとかしたり？たまにしてますね。あの自分に行くよりかはバンクに来る頻度が高いんで。じゃあほとんどバンクで？はい、バンク練習してます、はい、学生時代から自転車競技やられてたと思うんですけど、はい、やり始めた頃から競輪選手を意識されてやられてた感じですか？はい、あの競輪選手になりたくて、あの鹿町にしか自転車競技部がなかったんで、そう、高校から意識してましたね。その競輪に興味持たれたのは何かきっかけが？小6の時にロードバイク乗ってて、お父さんにあの競輪選手目指してみないかって聞かれて、まあ最初はなんか職業とか分かんなかったんですけど、その好きなことを仕事にできるのはいいなって思い始めて、高校でその自転車競技部に入って目指したいなって強く思ったんで。デビューに向けて意気込みとですね、はい、あの今後の目標とお願いします。デビュー戦では自分の決めた走りをしっかりして、決勝に出場できるようにします。今後の抱負は、コレクションに出場できるように頑張ります。